後味の悪さが残るメダル確定だ。現地7月27日、パリ五輪の柔道女子48キロ級で角田夏実が準決勝で18歳のタラバブルファス、スウェーデン、と対戦し、相手の指導3つにより反則が血を収め、メダルを確定させた。画像、パリ五輪に挑む女子柔道日本代表を一挙紹介。角田は得意の寝技に持ち込もうとするが相手もしっかりと研究し、腕を取らせない。 決め手を書いた両者は膠着状態のまま指導が2つ与えられ、試合は勝負がつかずゴールデンスコアによる延長戦に突入した。延長でも戦況は変わらないまま迎えた2分55秒、バブルファスが積極的に組に行かないと判断した主審が同選手に3回目の指導を与え、角田がまさかの反則勝ち。 不可解なジャッジに当然納得がいかないバブルファスは審判に詰め寄るほど猛抗議を見せるが判定は覆らず。コーチも納得がいかない表情を浮かべ、会場は大ブーイングに包まれた。決着後、角田とは見当を分かち合ったバブルファスだが、畳を降りる時には審判を睨みつけるかのような視線を向けて引き上げた。この試合を見守った海外記者は、 主審の判定は常に尊重しなければならないと前置きした上で、あの失格後のバブルファスの行動は非常に残念だった。このスウェーデン人は夏見角田に対して素晴らしい柔道をしていたが、最後は彼女の態度のせいで泥を被ることになったと綴り、18歳が起こした振る舞いに否定的だった。決勝進出により、角田は今大会の日本選手団パリ五輪メダル第1号が確定した。 決勝はバーサンフーバブードルジ、モンゴル、トキンメダルをかけて臨む。